5年間の施策の中では、公約でありました100円バスの実行、そして、デマンド交通のスタート、幼稚園の給食費の無償化、中央パークビジターセンターのオープン、そして、栗駒高原駅のオアシスセンターのオープンと、さまざまな施策も実行できましたし、まだまだ時間が足りない問題もありますけれども、今後にですね、光の差す4年間ではなかったかというふうに思っています。